里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日は若手選手あるある。イエイ。はい、あるあるです。久々のあるあるですね。そうだね、はい。撮るのは久しぶりだけど、あるあるも出してないからストックにいっぱいあるかも分かんないで。え、まだ出してないになるんですか？あるよな。出してないと。あります。うん、里崎チャンネルあるある。はい、あるあるは撮るけども、はい、いつでもいい動画なので、はい、あの何気に出さなくてストックにあるあるばっかりあるえ、でも1年くらい撮ってない気がしますもん。そう、そんなことないやろ。え、そうですか。キャンプあるあるとかやったやん。あ、やったかもしれない半年ぐらいかな、はい、今日はですね、はい、若手選手あるあるです、はいはい、まず第1弾、うん、まあ、キャンプも含めて、はい、ブルペン、うん、シートノック、うん、キャッチボール、うん、胸に投げないと撮ってくれない、あるある。え、どういうことですか？だからここら辺投げないと、うん、取ってくれなくてピューってしてる人、特に昭和の人たちね。ああ、そうなんですね、うん、今の人たちはまあそこまでないけども、うん、本当昔の昭和は、はい、もうブルペンでもここら辺投げないと取ってくれなくて、うん、はい、走って取りに行かなきゃいけない、でそれでみんなイップスになるらしいよ。そうなん。あとファーストとかでもちゃんと取れるとこ取って投げないと、はい、シートノックでも取ってくれないらしい。すごい。今はそんなことあんまりない、うん、多分今はないだろうね。へえ、昭和感。あともう変なとこ投げた、うん、もうめっちゃ態度に出されるっていう。そうブルペンって、だから俺ら入った時、はい、ブルペンめっちゃ返球するのもうほんと気使うもんね。あ、そうなんだ。ちゃんと投げなきゃみたいな。こうだったら一緒だ。なんかね、それはちょっと小宮山さんとか、はい、超ベテランの実績ある人とかだと気使うやん、はい、変なとこなんもうこんな感じされたらね、うん、ってなるやん。受ける側めちゃくちゃ緊張するっていう。いや、めっちゃうまいよ、その、もう投げ返すの、うん、シートノック。俺はノックとかあんまりないけど、あと俺だって一回高校の1年生の時、はい、大抜擢されて3年生も入るシートノック入って、はい、俺はセカンドちゃんと投げてんのに、はい、若干あの変化するからちょっと怒られて、うん、今思ったらなんて怒られなきゃいけないんだと思って、お前の技術の問題やろって思って今だったら思うけど、すいませんみたいな。え、じゃあブルペンだったら誰が一番緊張しました？いやいや、もう最初のうちなんてもう全員緊張するよ。全員上の人ばっかりだ。まあ確かにそりゃそうですね。だ、大学とかだと、うん、一番上から入るじゃん、はい、入ったらもうめっちゃ上の人ばっかりになるから、うん、もうほんとそれもう投げれない。何回も見てきたから。へー、もうこへこうやって投げれないからずっと近づいていって最後渡したっていう伝説ある。ロッテで。やばくない？もうマウンド来てんだよ。手が。でも行くしかないってことですよね。いや、こうやって投げようと思ったら離れないから、からこうやってやってるうちにどんどん近づいていって目の前に来て、あ、はい。そうなるんですね。なるらしい。なるとね。うん、俺はなんだったけど。続いて。はい。キャッチャーね、うん、もうサイン、うん、首振られたら、はい、もう何投げさせたいかじゃなくてもうお伺いサインです。あ、違う、あ、これですか、あ、これですか、 あ、違う、あ、これですか、あ、これですよねみたいな、もう、はい、相手を打ち取ろうとか、はい、こうやったら打ち取れるとか、はい、そんな一切なくなるよ。もうあとお伺い、何投げたいですかみたいな。でも首振るってことはそうですよ。首振るイコール投げたいものがあるってことですよね。でもさ、ベテランになってくると、はい、は？こっちはの方がいいんだよとか押したりとか。あ、まあ、そりゃそうですね、うん、逆によ、もし首振ってそれでうまくいかなかったら、うん、え、なんであの時あの首振るわけってどう思ったのって後で聞きに行けるじゃん、はい、死にの時そんな聞きに行けないから、これですかみたいな、もうおうちょお伺いだけよ。いや、絶対そうなりますよね。で、それで別に結果がうまくなくてもこっちから何も言いに行けなくて、はい、逆にいつも悪いんだよって言われるっていう。でももうサイン1回首振られたら順番に出していくみたいな。だからさっき投げる一歩じゃん、はい、サイン一歩あるからね。そうもう手が出ないらしいよ。え、もうサイン分かんなくなっちゃうと。そう、何出していいか分かんないから、はい、もうだからもう、うん、相手を抑えるとかじゃなくて、正解は何ですかみたいな、あなたの思ってる正解は何ですかっていう。ああ、もうだピッチャーの考えばっか考えちゃう、ね、そうそうそう、何投げたいんだろうっていうのだけ考えたって、うん、もう分かんなくて手でこうやってこうなって、なかなか出てこない、そう、出なくなるし。そのイップスは初めて聞きました。サインイップス、うん、やばいよ。だってあの、ね、主力になってきたら、うん、相手がうんと思っても、はい、サイン出したら首振らないけど、はい、若手だったらうんと思ったらそこ首振られるから、ね、そうですよね。同じサイン出してるのに、うん、出す人によって首振られるか振られないか決まるっていうね、残酷よ、うん、そうですね、うん、まさからバッテリー間の信頼関係とかそういうのが出来上がって、まだできる前は信頼関係っていうか、もうピッチャーがキャッチャー信用するだけじゃんね。だって俺らは若い時からピッチャー信用してるのよ、うん、
うん、そうですね、うん、信頼して、うん、これを投げろなって投げる、うん、ちょっとえこれじゃないよ、じゃあどれかな、あ違う、え、あと何あったあと何さんやったっけなみたいなもうそこで焦ってくる、そうそこだよ、あのどれで抑えようかじゃん、え他にサイン何あったかな、え出してないのどれだっけみたいな、そんな佐藤さんでもそんなことがあったんですか、最初ね、はい、首ばっかり振るじゃん、うん、知らないですよ、そうなんですね、勝てない、勝てもしないの、今思ったらあの頃でもあの首振ったのに打たれることとかもあるわけじゃないですか、それある、だってそれ2軍とかでもね、うん、特にそうですよね、1軍上がってきた時でそういうのはあんまりなかったけども、うん、最初のうちだったけど2軍の時とかはね、うん、僕は試合もっと出るからある、うん、まあ、そう思うとあれですよね、自分の言うこと聞いてればってなんか思いますしね、その時だってもう覚えないよ、もうそれも覚えないです、だってまだこっちも過去だと自信があるわけでもないじゃん、そんな経験値もないし、そっか若手だから、そんでまだこっちの方が若いから、うん、俺はこれでいいと思ってるけど、うん、プロはもっと違う考え方あるのかなみたいな、あその不安もあるわけですよね、そう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 、で1軍に行ってたら自信も出てくるからできるけど、うん、だから1軍もまだ出だしの時とか、はい、あとはもう2軍の時とか最初、うん、もう全然そうですね、あの怖いピッチャーに怒鳴る佐藤さんから考えたらそういう時もあったわけですね、そう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 、最初はだからこれ若手あるわけそうですね、はい、あと続いて、はい、球場、バス、うん、どこに座ったらいいかが全くわからないあだから、うん、若手って、はい、バスの前で立ってるんだよ、あ荷物をこう乗り込まないんだよ、うん、なんでかっていうと、はい、乗り込まないわけじゃなくて乗り込んでもどこに座ったらいいかわからないんだよ、はい、だからもう主力クラス来てくれないと、はい、あ座っててどいてって言われるから、うん、えもうそれもう初めて一軍上がったらわかるんじゃないんですか、だから、うん、バス乗っちゃダメなの、最初だけは乗れないそう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 乗れないっていう、うん、あとはあの補助席しか座れないパターンあるから、あだから、うん、あの大体2つの席に1人がドーンと座るから、はい、だからもうなかったらそう座れないじゃん、はい、補助席に座るしかないから、うん、そしたら乗れないじゃん、はい、そうですね、だからもう外で待っとく、補助席の人がもうみんなが座ってからから最後に乗って補助席に座るっていう、へえ、うん、まあまあそれは確かにどの世界とかでもありそうですね、うん、だから大体席決まってるんでしたっけ、もう絶対決まってる、へえ、変なとこ座ってたらあそこ誰なんとかさんの席やからそこダメって言って、あ、ちょ、あ、こっちそこ誰それみたいな、もう外立っとけと思うそうですね、もう見てから座れて、座るとこないよっていう、でもそうですね、初めて一軍上がった方とかって必ずそれを経験するわけですね、でもよ、うん、補助席あるったらいいじゃん、はい、補助席ないバスもあるよね、そういう時どうするんですか、そういう時はもう優しそうな人に隣ですかって聞かれる、あ誰かしらいますよねそう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 、うん、誰かしらいるから、はい、ロッテだったら どういう方がそういう感じなんですか、やっぱスタッフの人の横で選手じゃないんだ選手じゃないスタッフそうか、スタッフも一緒にみんな乗るんですね、そう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 、へえ、まあ、あとはもう、うん、俺とかだったら堀さんとか、はい、堀さんどうですかみたいな、言いやすいから優しいですね、めっちゃ年上なのに、はい、優しいわけですねそういう人いますよね、言いやすい先輩もね、そう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 、若手大変ですね、あとまだ次まだもう一個あるからね、はい、ベンチよ、ベンチ、ベンチどこ座るかもう決まってるやん、あ変なとこ座ってたらどいてって言われるからね、はい、そうなんですねあれ私この間そのゾゾマリン行った時に、うんうん、ベンチの中も見えるとこだったんですけど、うんうん、ゾゾマリンってベンチ後ろの方なくてなんか前だけですか、後ろもあるよ、でもちょっと前出てきたんだよね、だから前に座るとこで、まあ、後ろ荷物置きみたいになってるよね、だから昔は後ろのところが一番普通の席だったの、はい、でそれがちょっとずつ前になって立つ席になって前になってきて、どんどん前になってきてるだけで、あやっぱどんどん変化してるんですね、そう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 、なんか座れない選手がいっぱいいて、うん、なんかちょっとかわいそうだなと思って、立つしかないよね、はい、立ってこうやって見てますね、そう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 、はい、だからそれはもう座れないんじゃなくて座るとこがないっていうだけ、そうですよねあれ椅子増やさないのかなとかちょっと思って、そう前になっての一番の弊害は、うん、もう座るとこがなくなるから立っとかなきゃいけないよ、そう、うん、ね、あれはめんどくさいよね、あれいつ頃からですか、いやでもここ前あそこまで前再出てきたのはここ2年ぐらいの話で、なんかあれこうだったっけと思って、うん、そう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 、そうなんですね、うん、まあでも佐藤さんがいた頃は普通に席があって、そうそう、だからもう座るとこは決まってる、うん、もうだからビジターとか行ってもそうじゃん、仙台行っても、うん、札幌行っても、うん、もうそこが誰かが座ってる決まるから、はい、うん、もしくは決まってないところは上の人が来てちょっとどいてって言われて、はい、そこ座るみたいな、へだからもう若手とかだともう立っとかなきゃ、立ってあそこはいけんだっていうのを見てから座らないといけないね、そうですね、うん、佐藤さんのベテランになってからの席はもう決まったところ、なんか何かの動画で言ってましたもんね、そう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 、だからそれは全員にあるから、はい、全員分把握しなきゃいけないから、ね、俺だけじゃなくて、そうです、ね、上の人もね、俺の時だとサブローとかね、若手は風羅さんとか、うん、気遣いますね、それは見極めてから、しかも名前書いてないからね、はい、ベンチに誰それ座るっていう、え
どうなんですか、若手でももうそのもうバリバリ活躍してる若手もいるわけじゃないですか。でもそいつらは、はい、そいつらも後で来るから、はい、結局は空いてるとこの座れやすいとこ行くしかないね。ああまあそうか、若いとそうなっちゃうわけですね。そうそう、空いてるところに行くしかないから、うん、だからそこ自分の正規って決めなきゃいけないよね。はい、そこをもう確固たるものにしていかなきゃいけないわけですね。でしかもそこはもともと誰も座ってなかったわけだから、はい、だからもう空いてるところから座っていかなきゃいけない、うん、でそこを自分の席にする。そう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 、だからどこでもかんでも好きなとこ行けないよね、うん、行きたいところに上の人がいるとそこ行けないからね。そうですね、うん、でその人たちがいなくなった時によし今日からあるけど、いなくなった時に誰が一番最初に行くかだよね。そうですね全員が狙ってるかもしれないからね。そうですねだから俺はそこ行こうかなみたいな。佐藤さんが座った席誰が座ったんでしょうね。でも俺はキャッチャーが座るとこ座ってるから。あ、そうか、キャッチャーが大体そう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 、スタメンのね。うん、だそういったところもポジションによってね、はい、ピッチャーの席があるから、ポジションによって席が決まっているところは、はい、まあ、そこはポジションが座るから、うん、まあ、そこは違うんだけどね。はい、若手は大変ですね。若手めっちゃ大変よ、うん、名古屋ドームとかの、 あの一番端のいい感じの広々してるところとかね、はい、あの神宮の一番端のちょっと斜めのところとかも、うん、座り心地いいようなところは、まあ、大御所が行くからね。そうですね、うん、佐藤さんは大体でもそういう大御所になってたわけですね。いや俺はもうあのベンチの一番ホームよりか、うん、ど真ん中の後ろにこうやって座るかってどっちかって、はい、そんなの橋とか行かない。あ、そうなんですね。橋とか行き過ぎるとこっちでなんとか監督とかコーチが喋ってることが聞こえなくなるから、うん、はい、ぼーっとしてるって言ってましたけどちゃんと聞いてるんですね、そういうところは。そりゃそうよそれでもちょっと働かせてるんですね。もちろんぼーっとしてても聞こえるから俺は。あー、すごいですね。あれないですか、何ですか、若手アナウンサーあるある。もうただはいはいって言ってればいいんじゃないですかそんなんだ。あの早めにスタジオ入らなきゃいけないとかないの？あ、もうそれは準備ができ次第とかなので。でもなんかもし2人でやるときだったら、はい、こっちが大御所だったら、うん、その人より早くスタジオ行かなきゃとかないの？あ、それは私はノコットですよ、全然。遅く来てもいいの？はい、終わるんだよ。はい、もう遅いなんですよ。あと、だいたいあれですね、メイクが終わって準備でき次第とかなので、うん、女性の方がメイク時間かかったりするので、だからもっと早く来いよとかないの？時間かかんの分かってんだから遅いんだよとかね。メイクの入り時間ありますから。だからもっと早く切ればいいじゃない。だって人によって時間違うんだろうって。そしたらメイクさんに言わないといけなくなっちゃうメイクさんにも早く来てください。そうしたらちょっとお金大体自分でしろよって言われて言われないそんな怖い先輩いなかったですなんで他でも人にやってもらおうと思ってんじゃないよ、自分でしてもらおうよって言われて。でも本当にアナウンサー界の中ではあの一番その若手がしたするともう信頼がそこに落ちるっていうのは、うん、もう遅刻、それだけ？遅刻だけ。もう1分でも、大体私は入り時間の30分前には絶対行ってたんですけど、うん、入り時間よりも、もしじゃあその入り時間から仕事が2時間ぐらいなかったとしてもですよ、うん、入り時間 の、 その自分の勤務の、うん、1分でも遅刻してるのが周りにバレたら、あいつ遅刻してきたとか、もう社内全部に広がります。でも普通じゃんね、遅刻しないの。いや、そうそう、なのに遅刻する人いんの？いや、いたんですよ。誰？誰とか言われないんですよいや、でも意外とその学生乗りのまま来ちゃうと、あの遅刻する人ってたまにやっぱいるわけですよね。誰？誰っても知らないじゃないですかいや、そんなん今調べたらすごい。いやいや、言わないよ、そんなねえ、まあまあ、いるわ、何人かね、いるわけですよ。ピーヨカ？ピーヨカ？ピーレヨカ？いやいや、いいです、皆さん気をつけて、遅刻はダメですよ。そう、会社員遅刻は厳禁ですよ。